1回の裏これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは桑原、投げました、見送ってストライク、1球目ストライクから、第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、1つ外した、ボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、打ちました、坂本取った、1塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番エビアン、投げた、1球目ストレート空振り、1球目空振りから、投げた、見送ってストライク、これで追い込みました。投げた、一つ外してボール、大きく外れました、カウント1ボール2ストライク、ボール、慎重に攻めてきます、カウント2ボール2ストライクです。変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球、投げた、初球決まってストライク、まずは入れてきました、決まってストライク、これで追い込みました。投げました、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク、投げました、フォーク、空振り三振、2者連続三振になりました。最後は空振り三振で打ち取りました。1回の裏が終わりまして、ジャイアンツ大事な立ち上がり、まずは2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは筒香、投げました、ストレートはストライク、第2球投げました、フォークボール空振り、第3球を投げました、打った、1・2塁間へ、あっと抜けた、ボールは中継、筒香ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランが出ました。第2球投げた、これは引っ掛けた、フラフラッと上がった、ショート落下点、掴みました、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。内角高め見送ってストライク、まずは決めてきました。第3球を投げた、カーブ、空振り三振、宮崎全くタイミングがありません。投げた、ストレート見送ってストライク、初球ストライクから、2球目ストライク、これで追い込みました。ボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、打ちました、坂本バックしていった、取りました、これで3アウト。2回が終了しまして0対0、両チーム無得点です。0対0で迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、これはいい当たりだ、いったー、入った入った、ホームラン、プロ初安打はなんとホームラン、先制ツーランホームラン、スタンドへ叩き込んだ、見事に初球を食らいました、トモ自らを援護する一発が飛び出しました。チームメイトが迎えます。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは戸柱、ストライク、第2球投げた、2球目ストライク、追い込んでから、第3球を投げました、完全に外れた、ボール、完全なボール球、カウント1ボール2ストライク、変化球、空振り三振、まずは先頭バッターを三振に切って取りました、投げました、初球空振り、タイミング合いません、投げました、決まった、ストライク、第3球を投げました、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げました、ストライク、空振り三振、2者連続三振、打順は1番に帰って、桑原、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球投げた、フォークはストライク、これで追い込みました。投げた、完全に外れた、ボール、これは完全なボール球、カウント1ボール2ストライク。第5球投げた、変化球、空振り三振、3者連続三振。横浜スタジアムからお送りしております横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、序盤終了しました。ベイスターズ、この回は上位打線から始まります。トップバッターはエリア、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、ボール、慎重に攻めてきます。カウント1ボール1ストライク、投げた、ボール、カウントは2ボール1ストライク、投げました、外れた、ボール、カウントは3ボール1ストライク、投げました、あっと引っ掛けた、ファウルボール、次が6球目、投げました、外角低め、空振り三振、4連続三振になりました。左バッターボックスは3番梶谷、今日の第1打席はスイングアウト、
投げました。初球を打ちました。ショート左横のフライになりました。坂本掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第1球見送ってストライク。1球目ストライクから投げました。外角低めいっぱいストライク。投げた。バッターの足元。第4球を投げた。フォーク。空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。最後は空振り三振で仕留めました。4ジャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー友、初球を打った。これは内野ゴロ、一塁へ送る。あーっと、送球それた、アウト。5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターはロペス。第1打席は内野フライに倒れています。ストライク。村本厳しい球打ちました。三遊間の上がり、サードから一塁送球。村田華麗にさばいてワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番宮崎。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。1球目ストレート空振り、タイミング合いません。投げた、ストライク。第3球はアウトロー、外れてボール。カウントワンボールツーストライク。変化球、空振り三振。左バッターボックスは7番倉本。第1打席はショートフライに倒れています。初球から打ってった、左中間へ持っていきましたが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。とも3人でピシャリと抑えています。5回までが終了しまして3対0、ジャイアンツ3点リードは変わりません。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは飛ばし。今日の第1打席はスイングアウト、フォークボール見送ってストライク。第3球を投げた、1球外した、ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。カーブはボール、まずはアウトロー。はっきりしたボール球、2球目ストライク。第3球を投げました、インコース低めストライク。1ボール2ストライク、追い込んでいます。アウトコース低め、カーブは外れてボール。カウント2ボール2ストライクです。インロー、空振り三振。2者連続三振になりました。投げました、アウトコース高めストライク。まずは入れてきました、落ちる球空振り。これで追い込みました。投げました、1球外してボール。カウント1ボール2ストライク。投げました、インコース低め、空振り三振。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、中盤まで終了しまして3対0、ジャイアンツリードで迎える7回です。バッター友、マシンで捉えた、抜けた。友、いいバッティングを見せました。これで今日7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターはエディオン。ここまで2打席連続三振。投げました、またも空振り。これで追い込みました。内角低め、空振り三振。とも見事なピッチングです。左バッターボックスは3番梶谷。今日は三振とショートフライ。投げた、初球空振り。少し迷ったか、投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。投げた、危ない球。次は4球目、投げた、久本空振り三振。5連続三振。バッターは4番工藤。第1球投げた、ストレート決まってストライク。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、1つ外したボール。カウント1ボール2ストライク。投げました、三振。バットが空を切りました。この回も三者凡退に切って取りました。7回までが終了しまして3対0、ベイスターズラッキー。8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはロペス。今日はショートフライとサードゴロ。打ちました、初球ファウルから。第2球投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。投げました、見送ってボール。カウントは1ボール2ストライクです。投げた、アウトロー、空振り三振。7連続三振になりました。
右バッターボックスは6番宮崎。ここまで2打席連続三振。インコース高めストライク。まずは決めてきました。投げた、打った、ライト前に出る、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番寺本。今日はショートフライとレフトフライ、打ちました。初球打ち、これはライトフライになった。掴んで、これで3アウトになります。とも、この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。8回までが終了しまして3対0、ジャイアンツ依然3点リードしています。ジャイアンツダメ押しのチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、トモ初球打ち、引っ張った、サードの右、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。結局ランナー2人残塁。9回の裏、3点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、トップバッターは戸柱。ここまで2打席連続三振。投げた、ストライク、膝元厳しいところ、カーブ、空振り三振。戸柱全くタイミングが合いません。背番号第9、インハイ見送ってストライク。まずは入れてきました。投げた、ボール、わずかに外れました。カウントワンボールワンストライク。投げました、ボール、外角低め、大きく外れました。ツーボールワンストライク、バッティングカウント。第5球投げました、空振り三振、バットアウト、2者連続三振。第9、アウトコース高めストライク。投げました、2球目空振り。さあ次が最後の投球になるか。投げました、一つ外してボール、カウントワンボールツーストライク。投げました、打った、一二塁間への当たり、バット取れない、ボールは中継、桑原ナイスバッティングです。ピンチヒッターは下園。第9、投げた、1球目ストレート空振り。初球空振りから低めストライク、タイミング合いません。投げた、危ない球、投げた、フォーク、空振り三振。トム見事な完封勝利、見事ベイスターズを下しました。ジャイアンツの勝利でございます。勝利投手トム、敗戦投手久保。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めたトム。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対0ジャイアンツ勝利しました。勝利投手はトモ、敗戦投手は久保、実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。